流れ着いた観音様。富士宮市小泉は富士山の南西麓に広がる地域で、富士山噴火の際の両岸流が止まったところにあたり、至る所から水が湧き出て、いくつもの小さな泉ができました。小さな泉で小泉、それが地名になりました。小さいながらも絶えることのない富士山の湧き水を生かし、早くから水田が開かれました。この地域ではたくさんの古墳や遺跡が発掘されています。その多くは田畑の耕作や開発により破壊され消滅してしまいましたが、古墳時代後期に作られた国造社古墳が1993年に富士宮市指定史跡として残されています。また代々続く寺院や神社も多く、そこに伝わる書物や遺跡など、古くから人々の生活が始まり集落が存在してきたことを物語っています。昔の人々が素朴な願いを込めて作った道祖神は、1697年に作られた西小泉の清水のものが富士宮市では2番目に古いとされています。今も小技として残る地名から、その歴史を感じることができます。明治初年まで富士郡上小泉村と下小泉村に分かれていましたが、10年には若宮村と合併して小泉村となりました。同22年町村制施行により、さらに村山、阿波倉、大岩、杉田と合併して富士根村となり、明治36年まで小泉の大龍寺に村役場が置かれました。富士根村には富士製紙の第二工場があり、身延線の富士根駅が開設されました。地形の関係で隣村の天満に駅は作られましたが、駅名には富士根の名が使われました。その富士根駅のすぐ近くに村人たちが関わった観音様がお祭りされたお堂があります。これはこの地域に根付き発展に携わってきた人々が大切に語り伝えてきたありがたい観音様のお話です。室町時代後期、その頃の小泉村の岡屋敷は小高い場所にあり、何軒かの農家が田畑を作っていました。その小泉村に喜六という川魚を取るのが得意な男がいました。永禄2年6月の末、田植えも無事に済み、村人たちは田畑の仕事も一段落していました。今年も無事田植えんできて、あとはお天道さん次第だな。そうだな、いい天気に続いて豊作になってほしいもんだな。そういや、まだ記録さんとか田の草取りもあってんやぞ。ああ、記録さんか。農ら仕事よりも魚取りの方が大事だからな。今日もまた潤いがいに行ってら。くしゃみしながら道場でも取ってるかもしれねえな。いくせい。その年の6月18日のことでした。
の大雨が降り続き、さらに弓沢川からの水も流れ込んできて、うるい川は大水になりました。川の水が溢れなきゃいいけどな。そうだな、せっかくの思い出が台無しにならんといいな。まったくだ、今年はいい塩梅に育ってるからな。村人たちは降り山の雨を眺めながら田畑の心配をしていました。一方、記録はといえばホクホクです。よしよし、この分際にずん引けた後、魚いっぺーすくえそうだぞ。どれ、物体の手入れでもしとくかな。この大事な物体がなきゃ魚はすくうこともできねえからな。いや、楽しみだ。昼過ぎに雨が止み、水が引いてきたので、記録は喜び勇んで物体を持つと、うるい川を大島小島の中州へ出かけ、川辺をすくって歩きました。その頃のうるい川は、黒田からの急流が山本の平地に入ると緩やかな流れに変わり、運んできた土砂を堆積させ、広い河原となっていました。そこには大島小島と呼ばれるような中州がいくつもありました。ほれほれほれ、思った通りだ。うなぎも早もたんと入るわ。記録は何度も場所を変えては物体で救いました。はあ、もう三雲一平だ。重くなってきたから、こいで終わりにするかな。どりゃ、最後の糸すくいっと。記録が最後の物体をあげると、泥水の中に何かキラリと光るものを見つけました。はりゃりゃ、こりゃ何だ。記録はこれは何だろうと思いながら、物体から拾い出し水をかけてみました。すると、それは高さ20センチほどの金色の木像でした。なんとまあ、観音様じゃねえか。どうしてこんなところに。この大水で上のどっかから流されてきたのかな。流されているうちにこんなお姿になっちまったのかな。お気の毒なこんだ。記録は自分の着物で観音様の汚れをきれいに拭き取ると、瓦の石の上に安置して手を合わせました。それは美しいお顔立ちの観音様で、濁流に流されてくるうちに岩や石にぶつかったのでしょう。右手がなくなっていました。なんともいたわしい今だ。観音様がおらん物体に入ってきたのも何かの縁かもしんねえな。観音様、どうぞおらのうちにお迎えさせてください。記録は観音様を懐に入れると、大切に家に持ち帰ることにしました。来た時のことです。なんだなんだ、急に観音様重くなったような気がするな。なんとその時です。懐にあった観音様が突然転がり出たかと思うと、コロコロと道を
転がっていきました。あーりー、観音様、どうしましたか。そして道端の大きな松の根元で止まると、小さかった観音様の背がスルスルと伸び始めたではありませんか。しぃー、驚く記録の目の前で観音様はみるみる大きくなり、大人の背丈ほどになりました。あー、びっくらした。観音様、ならしてまたこんなことに。そこに大雨の後の田んぼの様子を見に来た村人が声をかけました。どうしたね、ひろく。ああ、ひぞうさんかい。ほら、何がなんだかわかんねえよ。まあ、これを見てくれよ。なんだいこりゃ、今までこんなところに観音様なんてなかったぞ。記録は今体験した不思議な話を聞かせました。たまげたな、そんな本があるのかね。これにその大きくなった観音様かい。どれ、よっこらっしょ。はあ、まったく動かんな。よっこらせっと。二人は抱きかかえようとしても背負おうとしても、観音様は根が生えたようにその場から動かなくなりました。家に連れて帰ることもできず、その場に観音様を置いて帰りました。いつの間にか天気も良くなり、たくさんの魚を持ち帰った記録でしたが、どうにも気持ちが冴えません。観音様はどうしているのかな。あのまんま動かないでいるのかな。その夜のことです。記録の夢の中に観音様が現れました。記録や、今日は危ういところを救ってくれてありがとう。私は泥水の中を流されてきたが、記録、お前のおかげでこの地にとどまることができたのだよ。感謝してるよ。記録は、はっとして目が覚めました。観音様、なんというもったいねえお言葉を。野良仕事がろくにしねえで、魚取りにばっかうつつぬかしてる、こんなおらにありがとうだなんて。朝が来るのを待って、記録は、観音様のもとへ駆けつけました。はあ、昨日のお姿のまま立っておられるわ。大丈夫でしたか、観音様。記録は観音様の前で手を合わせて、しばらくの間拝んでいました。ああ、観音様、長いこと流されてきて、やっと落ち着ける場所を見つけなさっただな。この場所に祀られたいお心がオラに拾わせてたな。いくらオラん物体中入ったとはいえ、観音様を自分のものにしようだなんて、オラなんて考え違えしたもんだか。お許しくだせ、観音様。記録は観音様のお心があるこの場所にお堂を建てて、お祭りしたいと考え、近くのお寺の住職に事の次第を話して頼みました。そんな不思議な話があるものかの。和尚さん、
観音様、見ておくんなさい。記録は住職を観音様のおられる場所に案内しました。なんと、今までこんなところに観音様は見なかったのに、なんと美しいお顔立ちじゃ。これも御仏のご縁であろう。そこにはそれまで何もなかった松の木の根元に観音様が立っていたのです。最初は不思議な話に驚いていた住職も、熱心な記録の申し入れに快く応じました。やがて住職は観音様の前でお経を唱え始めました。しばらくはこんな粗末なもんで申し訳ねえが、許してくだせえ。記録は観音様が雨風がしのげるように竹やむしろを集め小屋掛けをしました。ほら、これからちゃんと働く。観音様にも誓いします。深く頭を垂れ手を合わせました。それからの記録は一生懸命に野良仕事に精を出しました。記録よ、今日は魚取りに行かんのかい。ああ、あの草取りもまだだからな。そいでその後、埋め立てもせにゃならんからな。記録さんはこのおら、よく稼いでな。おーい、もう日も暮れるに、そろそろうち帰らんかい。ああ、もうじーっとしたら終わりにするで。まるで人が変わったようにすっかり働き者になった記録の様子を村人たちは不思議がりました。この頃の記録はよう働くようになったな。ほんな、朝も早から暗くなるまで野良仕事してるぞ。魚取りに行く姿もとんと見立てるようになったしな。たまにはわしらにもちゃんと分けてくれるしな。今年は記録さんのところの米が一番かもしんねえな。今までの記録さんとは何か違うぞ。何が記録さんを体やかなや。このことが現に違えねえ。貴重は記録に聞いた話をみんなに話して聞かせました。観音様を拾い上げたことでまるで記録が生まれ変わったようだ。観音様をお救いすることに自分が選ばれたと思ったのかもしんねえな。だからきっとそれに恥じない人間になろうとしてるんだろう。それでか、毎朝出かけてたのは。ああ、観音様の前に行ってたんだな。やがて記録は野良仕事の合間を見て木を切り、お堂を建てる準備を始めました。観音様、待っててください。今に居心地のいいお堂を建てますからな。その様子を見た村人たちも手伝うようになりました。記録よ、水くせえじゃねえか。一人でお堂を建てるのは大変だろうに。おらも手貸すよ。地蔵さん、悪いな。ああ、話には聞いたぞ。観音様がこの地に祀られたいと思ってくださったんなら、わしらだって手伝うさ。そうさ、わしらの村だからな。そうだそうだ。みんな、ありがとさんな。完成したお堂は村人たちに親しまれ、通称手なし観音と呼ばれるようになりました。
霊験あらたか、婦人病にもご利益があるということで、その名が伝わり、参拝者が増え、遠くまで知られるようになりました。観音堂を管理していた清流寺は亡くなってしまいましたが、駿河伊豆、両目横道、観音霊場、19番札所として信仰されています。2月と8月の14日の祭りには、福泉寺の住職による読経があり、観音様の御開帳が行われます。特に8月の大祭は、川坂地区の夏祭りと一緒に盆踊りなども行われ、地域住民でにぎわいます。安住の地をこの地に求めた観音様、これからも末永く見守り続けてくださることでしょう。甘蜜の神のお守りも御仏の祝いには漏れぬ道蔵かしこき。終わり。